皆さんこんばんは、福田あかねです。こんばんは、白川りさです。ファンファンチューズデー、9月もあかねのニューミュージックよろしくお願いします。この番組はマンデーからフライデーまで、月曜日から金曜日、23時から23時半、このファンファンの帯番組となっております。担当パーソナリティは、月曜日がウェイウェイさん、アイウェイさん、火曜日は私福田あかねと、9月も引き続き白川りささん、お願いします。そして水曜日桐村まりさんと井上ゆかさん、木曜日がレノサトシさん、木村すばるさん、そして金曜日は池田彩さんと尾崎恵里さんでお送りしております。ぜひ他の番組のチェックもよろしくお願いいたします。はい、またこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは、羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索すると、ホームページから24時間動画を配信しております。また定期的に日本の魅力をご紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。日本のみならず海外でも手に取れるように配布されておりますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、そしてこちらの番組はビクトリーが開催しているボイスワークより選ばれましたアシスタントさんとともに、引き続き切磋琢磨しながら楽しくお送りする番組でございます。はい、なんとなんと3ヶ月連続、白川りささん、よろしくお願いします。見事選ばれました、よろしくお願いいたします。そしてそして、お楽しみのアシスタント MC のオリジナルコーナーは、接着剤が終わっちゃいましたので、新ネタ入れてきた、何が来るのか入れてきたよ。皆さんお楽しみに。はい、さて番組へのお便り、応援メッセージ、リクエスト曲はファックスの場合東京 03-5634-0792、 ファックスの場合東京 03-5634-0792 となっています。 E メールの場合は info@792fm.com、 アルファベットで言うと info@792fm.com となっています。はい、そして私たちファンファンの番組問い合わせフォームもございます。番組へのお問い合わせは http://fanfan.com/request/fan-fun.com/request でお便りをお待ちしております。福田あかねツイッターにもご案内がございますので、どしどしお待ちしております。いつも皆さん曲とかリクエストありがとうございます。ざます。はい、そして9月に入りましたので、学校とかは皆さん新学期でございますね。ですね、はい、学校とかはつっても、まあ小学生とかはきっとこの時間聞いてないだろうから、うんうん、そうですね、後で録音したのをこっそり聞くとかしてほしいですね。してほしいですね。してほしいですね。なんかでも録音したのこっそり聞くだと、やっぱこう、私の時はなかったけど、親の世代とかだと、ラジオを、はいはいはい、カセットで録音して、それを何回も擦り切れるまで聞いたとか、よくあるじゃないですか。あります。で、薄暗い中、こう、なんかこう、勉強机でみたいな。うんうん、あれですよ、なんかテレビから流れる曲を撮りたくて、でも技術がないので、ラジカセとか、ああいうののマイクから直接撮ろうと思って、近づけて。そうそう、テレビの音をそのまま撮ってるんだけど、うん、お母さんが、リサーご飯よとかって言われて、もうお母さん喋んないでみたいな声が入ってるみたいなね。あそういうやつですよね。そうだった。なんかいいなそれ。ちょっとなんか昭和な思い出ですよね。今で言うと、私が iPhone で自分の動画なんか撮ってる時に、親が犬に話しかけるみたいなね。遠くの方で、あんあんとか言ってるみたいな。いや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 、でもそれね、そんなのがあったりして、まあ、うんうん、新学期の1日、始業式は、なんかこうみんなに久しぶりに会うから、ね、何着ていこうとか。好きな男の子におはようっていう一言目がやけにワクワクしたりとかね。わかる。ちょっとなんか私おかしくないかしらみたいなとかね。まあ大人の方々はわからないですけど、そういうワクワクする、思い出して、うん、そういう気持ち、ワクワクする気持ちも思い出して、うんうん、また一日一日、ね、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで、あかねのニューミュージックに行く前にここで CM です。あかねのニューミュージック、あかねのニューミュージック、
このコーナーは現在歌手、女優など様々な活動をさせていただいている私、福田茜がアーティスト活動のさらなる発展を目指し、アシスタント MC とともに皆様からいただきましたリクエスト曲に関する知識を新しく得て発信していくというコーナーです。さてさて、今日はどんな音楽に出会ってどんな知識を得られるのでしょうか。本日はラジオネームフォミチコンチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あかねちゃんこんばんは。こんばんは。月替わりのかわいこちゃんこんばんは。こんばんは。前もね、フォミチコンチーさんは月替わりのかわいこちゃんを入れてくれてたんですけど、毎度毎度すいません、本当すいません、結構リクエストいただいてから、はい、なんていうの、タイムがね、ずれていくので、うん、はい。はい。リクエスト曲はガキレンジャーの超越フューチャリング、ツイギー&リョフカルマです。うん。ガキレンジャーといえば有名なヒップホップユニットですが、実は私、今までヒップホップなるものはまるでいいと思ったことがありませんでした。おぉ。ハードコア、ノイズ、パンク、ロックンロール、テクノ、ファンク、ジャズ、クラシックと好きなジャンルは多々あり、聞いてきましたが、ヒップホップは、かろうじてリップスライムが数曲 iTunes に入っている程度で、二十数年以上昔に近田春夫のビブラストーンを友人から CD を借りてみたものの、あまり印象に残っていませんでした。おー。うん。ところが、最近になってたまたま Twitter でフォローしているライターさんのリツイートから、ガキレンジャーのポチョムキンさんが提供しているデモ音源をダウンロード。うん、なんとなく聞いてみたら、これが凄まじく良かったのです。おー。自分が歳をとって感性が変わったからいいと感じたのか、もしくは、時代の流れにようやく自分が馴染んできたのか、その辺はよくわかりませんが、今のところ普段生活で流している BGM でガキレンジャー率は 65% ぐらいですわね。高い高い。なかなか高い。最近ではリョフカルマさんもメキメキと、頭角を現し出してテレビの露出も多くなってきましたね。そう、フリースタイルダンジョンとかね、リョフカルマさんすごいです。実際のところあかねちゃんはヒップホップとか聞きますか？あまりイメージがないんですが、まあガキレンジャーは男臭いユニットだし、歌詞も下ネタが盛りだくさん、笑い、そんなところも含めてあかねちゃんも好きになってくれたら嬉しいです。そんなところも含めてどういうことなんだろう。そのうちガキレンジャーの曲でフューチャリングあかねバージョンなんてできたら CD100 枚買います。おではでは、あかねちゃん大好きだそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。では聞いてみましょう。ガキレンジャーで超越フューチャリングツイギー&リョフカルマ。はい、ということで、はい、イケイケでございます。イケイケですね。本当に、はい、すごい。さっきフォミチコンチーさんが言ってくれたように、私、うん、そこまでゴリゴリヒップホップめっちゃ聞くかっていうとそうではない。でも、うんうんうん、そのリョフカルマさんがすごい活躍してるフリースタイルダンジョンは、はいはい、テレビで結構やってると見て、うんうん、すごいんですよね、フリースタイルダンジョン。もうラップが、うん、頭からどん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 出てくるんですよ。あ、フリースタイルダンジョンってひょっとしたらあれですか、夜テレビとかでやってる、なんか二人出てきて、そう、二人出て、なんかラップでちょっと喧嘩みたいな。なんかおめえのライムはどうのみたいなこと。そうなんですよ。あれすごいですよね。あれはすごい、頭が良すぎると思う。ね。もう瞬間的にその陰を踏んだ言葉で、相手を例えば罵倒したり、うん、なんかちょっとこう言ったりとか、すごいですよね。あれびっくりした、初めて見た時。だからね、なんかねすごかったの、だ言った言葉がブーメランになって、うんうん、帰ってくんだよてめえにみたいなことを誰か言って、うんうん、それに対して言った言葉がブーメランになってお前の首を切り裂いて俺に戻ってくんだみたいな人とかいて、なんかすごいと思って。すごいですよね、あれ。まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと、うんうん、お話戻るんですけど、はいはいはい、このガキレンジャーさんなんですけど、はい、メンバーが MC のヨシ、はい、MC、DJ のポチョムキン、DJ、トラックメーカーの GD、うん、ダンス、パフォーマー、DJ のタコ神様、DJ、トラックメーカー、パフォーマーの DJ オショ。なんかもうごめんなさい、横文字ばかりでちょっとついていけませんでした。すいません。ね、もうなんかいろんな役職があって、
なんか面白いなと思いつつ。すごいですね。そう。うん、まあ、いろいろ気になった方は調べていただいて。うん、で、ガキレンジャーは1994年に結成されまして、1998年にはインディーズからミニアルバムリップサービスをリリース。うん、で、九州から存在をアピールしていてですね。九州なんですね。そう。で、大きな注目を集めたそうなんです。で、まあ、どんどん活躍を広げ、2001年の5月は、ビクターよりメジャーデビュー。おー。そして、2004年には、映画、ガチャポンにメンバー揃って出演して、主題歌も担当したそうです。すごい。はい。で、数々の PV にはですね、ゲストとして、インディオブジョイトイさん、クリームシチューさんが出演されてるそうです。なんかまた、メンツも濃い感じですね。濃い感じ。インディーさんすごい可愛いね。で、2016年は、初のオーストラリア公演を大成功させまして、で、20周年ワンマン収録の DVD を発売。して全国ツアー中には熊本地震を受けまして、あらららら、その時、チャリティータオルを、うん、賛同するアーティストさんたちと一緒に作ってで、うん、販売したり、うん、同じく熊本出身の水前寺清子さん、はい、コロッケさん、高良健吾さんと、復興ソング、おてもやんサンバ2016を発表したりしたそうなんです。なるほど。そう、この、ガキレンジャーがやっぱり熊本から来てる、うんうんうん、グループなので、うんうん、で、このでも、おてもやんサンバ。ちょっと気になりますね、はい、それ。熊本って今、熊本が有名ですけど、はい、熊本の前はやっぱ、熊本といえば、おてもやんだったそうで。なるほど。はい。で、このおてもやんは何ぞやっていう。そう、おてもやんってちょっと不思議な感じですよね。はい、おてもやんってちょっとおかめさんみたいな、うん、ほっぺた。ほっぺた、甘っかっかなやつ。うんうん、はいはい。で、おてもやんメイクって言ったりとかするんですけど、うんうん、おてもやんは、おてもやんっていう、童謡に登場する女性の名前。うん、あ、童謡ね、女性の名前でもあり、うんうん、その熊本民謡の名前でもあるんです。なるほど、なるほど。はい。で、この熊本民謡のおてもやんは、熊本弁が強くてて、うん、陽気な歌詞が特徴なんです。へ、う、ぇ、ん、はい。で、このおてもやんさんの、うん、はい、おてもやんさん。実際のモデルが、富永ちもさんっていう方。へぇ、実在されてるんですね。そうなんです。で、安政2年から、安政2年昭和10年に存在した方。なるほど、なるほど。で、そう。で、その方が、実際は、天然痘の後遺症がお顔にちょっとあったらしい。ああ、なるほどね。はい、はい。で、これが、富永智穂さんが亡くなった1935年に発表されているっていう曲らしく、おてもやん。うんうんうん、だから、こそ、この、その富永智穂さんの曲であるっていう信憑性も高めている。なるほどね。らしいんです。へえ。で、この、おてもやんの曲なんですけど、はいはい、なかなか面白い歌詞らしくて、うん、ちょっと気になる。やっぱり その当時の言葉遣いとかがあるんですけど、うんうん、それを翻訳した感じの、ものを見つけましたので。お願いします。紹介します。はい。おてもさん、あなた最近結婚したんじゃないの？結婚したことはしたけれど、旦那が武男なので。おぉ。かっこ。かっこ、天然痘の跡が残っているので。ああ、なるほど、なるほど。まだ、三三九度の杯はしてないの。うん、うん。村の役月さんや、火消しの頭や、仲人さん。うん。いろんな世話役がいらっしゃるので、うまく取りなる、ん？いろんな世話役がいらっしゃるので、あとはうまく取りなしてくれるでしょう。ほう。それより、川端町の方に回って歩きましょう。うん。春日のかぼちゃのような男たちが裾を引っ張ったりして、私は人生の花盛りなの。おう。ひばりのように浮かれっぱなしの男や、やぼったいいがぐり男たちは私の趣味ではないからね。うん、うん。っていう。なるほどね。歌詞なんだそうです。なんか、何の時に歌う曲なんだろうって感じはするんですけど。そうですね。まあでもそういうね、寄ってくる男たちよりも、やっぱ今の旦那さんがいいよみたいな感じなんですかねと思ったんですけど。そう、あ、それは素敵な捉え方でございますね。うん、まあでも、こうやってね、いがぐり男たちだわって言われないように、うんうん、世の中の男性たちは、日々、美意識も高めて、お頑張って生きていきましょう。そこですっていうか、お前もなって言われそうなんで、私も頑張るということで、以上、あかねのニューミュージックでした。あかねのニューミュージック。アシスタント MC のオリジナルコーナー。
きましてのコーナーはアシスタント MC のオリジナルコーナー、9月は何が来るのか、白川梨沙さんお願いします。はい、さあ私のオリジナルコーナーまたやってまいりました。お世話になること多いけど意外と知らない LED、 まったり学んで上手に選ぼう、みんな大好き LED の世界、どん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 、すごい茜さんの顔がね曇ってる。いやでもね、面白いチョイスが。え、だって確かに、ね、みんな好きでしょ LED。 茜さん好きでしょ。好きでしょ。好きです。はい。いいです。いい感じの色味してると思います。はい。で、ほら、LED って私たちの生活にいつの間にかこう、スルーッと入ってきてるじゃないですか。そうですね。ね。電気なんかもそうだし、あと女性だとね、ほら、この、前回ちょっと話した爪の、ジェルネイルなんかのところでね、LED よく使ってるんですけれども、皆さんがよく言うこの LED なんですが、実はこれ、ライトエミッティングダイオードの略語で、うわー、知らなかった。はい、日本語だと発光ダイオードって言うんですよ。うんうんうん。うんうんうん、まだそんなに眉間にしわ寄せなくても大丈夫ですよ。よくほら、クリスマスのさ、イルミネーションなんかで、チカ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 光ってるの。はい、あれほとんどね、LED なんですよ。昔から？昔からっていうか、この LED っていうのが流行り出して、はい、LED なんだいいじゃん、イルミネーション使っちゃおうっていう感じの方が近いかもしれないです。うん、もうね、最近ではクリスマスのイルミネーションを見ると、こうなんかイライラっとこう、リア充たちに対しての憎しみしか私、ね、上がってこないんですけれども、はい、この LED っていうのは、発光のための物質と入出力のための電極を透明な樹脂で覆った光源のことなんです。で、この発光部には半導体が使われていて、アノードが動く P 型半導体と仮想度が動く N 型半導体を合わせて通電することで、アノードと仮想度が衝突して接合面が発光します。うーん。起きてる？要はね、はい、なんだろう、その、LED の光るためのところを樹脂みたいなのでカポーンって、うん、なんだろう、包んで、うん、中でプラスとマイナスバチバチってなるとピカーって光るよっていうことなんですよ。割とじゃあ、薄めにこう包んで見せてるみたいな。そう。だから電球とかなんかよりも熱が出なかったりとかっていろんな利点があって、まあ大きく分けると、表面実装型 LED っていうちょっと薄ぺったいやつと、砲弾型 LED っていう銃弾の形みたいな、してるやつが2種類あるんですけど、はい、私たちがよくイルミネーションで見てるのはこの砲弾型ってやつです。うん、なので今度どっか行った時にイルミネーション見つけたら、ちょっとよく見てみると、大概この銃弾の形みたいな、ちょっと山形した LED を使ってますので、ちょっと見てみてください。はい。はい。まあ、今回はですね、LED の、ま、ざっくりとした概要について、うん、はい、ご説明させていただきましたが、次回はですね、できるだけもうちょっと生活に密着した、うわ、楽しみ、楽しみ。いただきたいと思います。さあ、光といえばですね、私はオタクなので、光属性とか闇属性とか、そんな単語しかね、出てこないんですけれども、はい。ちょっと知ってる、ちょっと知ってる。そんな私の闇属性の部分、消したい中二病の過去を毎度ちょっとご紹介しようと思います。中学生の時に、誰かに見られてる。ほら、あそこにって、よくね、言ってた。霊感があるってことがステータスだった時代があったもんで。そんな私の消したい闇過去、その1でございました。また次回もよろしくお願いします。はい。あかねのニューミュージック。あかねにうんと言わせたろう。こちらは声優であるアシスタント MC の皆さんの最大の武器を私福田茜がふんだんにもてあそぼうというコーナーです、はい、私が考えたセリフを私がうんとかイエスとか言うまで何回でも変えて挑んでもらいます。本日のセリフはこちらです、うん、パックンチョ大好き。パックンチョはやっぱり甘いイチゴ味、一つ一つなでなでしながらパックンパックンしましょうねです。大好きなんですよ。パックンチョ美味しいよね、うん、どうぞ。はい、パックンチョ大好き。パックンチョはやっぱり甘いイチゴ味、一つ一つなでなでしてからパックンパックンしましょうね。なんかすごく販売コーナーですごい置かれてるキャラクターみたいだった。だから声優としてはすごく100点満点なんだ。でも俺の心は動かねえぜ的な。そうなんですよね。これだって他に方向ある？これだってお姉さんでやったら、はい、多分放送できなくなるよ。パックンチョなのに、うんうん、
じゃあやってみてください。じゃあやってみようか。わかった。はい、どうぞ。パックンチョ大好き。パックンチョはやっぱり甘いいちご味。一つ一つなでなでしてからパックンパックンしましょうね。ああ、そうですね。はい。だってでも、どんだけお姉さんでやったって、うん、おばあちゃんでやったって、うん、パックンチョはパックンチョだもん。まあ、パックンチョはパックンチョなんですけど。私チョコの方よりイチゴの方が大好きで。いや、でもね、私みたいな汚れた心の人間はパックンチョって言われてもなんかいろんなもの想像しちゃうんですよ。わかんないです。パックンチョはイチゴ味ですから。わかってる皆さんがきっとこのリスナーの皆さんの中にはいるはず。はい、はい。それでは、以上、あかねにうんと言わせたろうでした。はーい。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。はい、ここでちょっと告知をさせてください。はい、私、8月28日に、SDN、元 SDN で7人揃ってイベントに出たんですけど、はい、なんと、また、9月25日に、やることになりましたので、詳細はまた、ツイッターなどなど皆さんチェックしてください。はい、楽しみにしてます。そして、私からも一つ告知をさせてください。デンゼル・ワシントン主演のローマンという名の男、信念の行方という DVD が9月の5日に発売されます。法律の闇に飲み込まれる天才弁護士を描いたサスペンスドラマとなっています。臨役で私出演させていただいておりますので、皆さんよかったらぜひチェックしてみてください。ってことはもう今言ったらあるんじゃないですか？あ、そうかもしれないですね。ね、はい、うん。早いところは。うん、はい。ということで、お便りの宛先お願いします。はい。お便りの宛先は、ファックスの場合、東京 03-5634-0792。ファックスの場合、東京 03-5634-0792 です。e メールだと、info@792fm.com、info@792fm.com となっています。お待ちしてます。はい。そして私たち、ファンファンの番組問い合わせフォームは、http://ファンファン.com/リクエスト、fan-fun.com/リクエストでお便りをお待ちしております。はい。福田あかねツイッターにもアドレスのご案内ありますので、どしどしお待ちしております。はい。ということで、ファンファンチューズデー、あかねのニューミュージック、お相手は、白川りさと、福田あかねでした。今月もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。